はい、どうもこんにちは。プロウクレレ奏者の粟田優作です。普段はウクレレ教室の先生をしたり、ウェブ上でウクレレのオンラインスクールを運営したりしています。はい、でですね、今日は6月2日ですねに、ちょっと収録させていただいてまして、天気がね、しばらくずっといい天気、晴れでね、良かったんですが、明日あたりからちょっとね、曇っていくんじゃないかっていう予報が出てて、いやー、ここ最近のね、晴れにすごく、元気をもらって、まあ、少しお庭でね、仕事したりして、とてもいい感じで、過ごしておりました。雨がしばらく続くのかなって感じなんで、まあ、ちょっとどんな風になるのかな、まあ、ちょっとね、あんまり雨はね、続くとね、気分がめいってきちゃうのでね、勘弁してほしいんですが、まあ、しょうがないですね、この辺りはね。はい、で、今日はですね、ちょっとね、今まであんまり言ってこなかったかなって話なんですけど、まあやっぱり大事だよねっていうお話、改めてやっぱ大事だよねっていうお話をしてみたいと思います。はい、ですね、まあ、結論から言うと、まあ、基礎とか、まあ、基本こそね、プロに習うべきですよっていうお話です。まあ当たり前っちゃ当たり前で、また粟田優さん自分のとこで習いに来てほしいから、オンラインスクールに入ってきてほしいから、そんなこと言ってんでしょって思うかもしれないけど、ちょっと聞いてほしいんですよ。まあ、理屈があるんで、ちゃんとした理屈もあるし、理論もあるので聞いてほしいんですけども、なんていうのかな、やっぱりもうこれはもう事実なんですけど、スポーツでも、なんて英語とかでも、なんか資格の試験とかでもそうなんですけど、やっぱりね、最初にやっぱプロになる方が、そのマスターする期間は圧倒的に早くなりますね。やっぱりその独学で基礎基本を学ぼうって思うと、やっぱ自分なりの癖っていうのがついちゃうんで、それがずっとまあ治りにくくなると、まあ、学べることは学べるんですよ。学べないとは言ってないんですけども、その変な癖をやっぱりつけちゃうんですよね、勝手にね。だからそれがやっぱりもったいないかなって思います。で、まあ、その理由っていうのは、やっぱり基礎的なことって簡単なことだと思ってるんですよ、多くの人が。だからこそ独学でもできるかななんて考えちゃうんですけどね。だけど、難しいことはプロに任せればいいなんて考えるんですけど、実はそれは逆なんですよね。真逆。基礎とか基本になるほど、まあモノマネができないっていうか、なんか簡単にこう真似することができない。めちゃめちゃ奥が深くて、まあ本当にこう全てのこう応用をこう煮詰めて、こうしっかりと、なんていうのかな、こう濃くしたような、まあ、エッセンスが詰まってるので、だからこそプロに習ってほしいっていうことをお伝えしたいんですよ。まあ、応用の方っていうのは独学でもできます。これは何かっていうと、まあ、例えば僕の教材でいうと課題曲にあたるものですね。何か課題曲を、まあ、この曲を、ホームオンザレンジっていう曲をしっかり、まあ、この曲だけマスターしようと思ってやるのは誰にでも、一応解説はできます。解説をしているので、それを聞けば指の動かし方まで一音一音言ってるのでいけるんだけど、それだけ、それは基礎は抜けた状態でもできるんですよ。全然モノマネだから一応できるんですよ。ただしですよ、基礎が身につければついていればですよ、自分で考えて、まあ楽曲をアレンジしたり、まあ自分で楽曲を決めて、何かこう曲のその流れを作っていくことも絶対できるはずなんですね。やっぱりそこが基礎こそプロになるべき理由の一番ですね。まあ、それができ
それはねやっぱもったいないんですよね。やっぱり多くの方がその基礎は簡単シンプル、例えばドがこの位置だとかレがこの位置だとかっていうのはそれは基礎のうちに入るんですけど、それをどういうふうに抑えるかっていう、まあ楽譜とか書面では絶対に伝わりきれない、伝わらないようなことまで基礎っていうのは全部含めて、僕もコアコンテンツって呼んでるんですよ。自分の一番そのメインとして考えているコンテンツが、まあ紹介しちゃうとウクレレの原理原則がまるっとわかる教科書っていうのと、世界一優しい誰でもウクレレストローが作れるようになる教科書と、あとウクレレを美しい音色で奏でる方法っていう、まあ、3つのコアコンテンツがあるんですよね。でそれはまあ普通の課題曲の、まあ、10倍ぐらいの値段をつけたりもしてるんですけども、それはやっぱりそれだけ重要なことだからなんですよ。で値段が高いというのはまた別問題で、まあそれなりに意識を持って取り組む価値があるものだし、それぐらいの、まあ値段がついてでもおかしくない、まあそれぐらいこう細かく教材普通に教室に通うならそれぐらいの値段はやっぱりかかりますよねっていうことを凝縮してるからですね。エッセンスが、まあ、詰まってる、だからそういうふうに、まあ、値段も上げてますし、まあもっと言うとプロから教わればね、1ヶ月から3ヶ月のところを、まあ、自分でやったために5年10年ってかかる方も多くいらっしゃいますね。なんか下手にお金をけちってしまったがためにそういう風になっちゃう。まあそういう意味で基礎っていうのは、まあ、簡単なんですよ。すごくシンプルなことに還元されるんですよ。シンプルなことなんだけど、それが故にですよ、まあプロに習った方が確実に、まあ、スピードは速いということですね、まあこれはもうお金をかけるのが嫌っていう方は本当に、まあ、そのままさまよってもらうしかないとは思うんですけど、その応用的なこといくらやっても僕は成長はまあ見込めないかなって、基本的な成長は。例えばなんか本1,000円、2,000円、3,000円とかの、2,000円ぐらいかな、ウクレレボッサとかウクレレジャズとかね、なんかそういうのあるじゃないですか。で僕あの本好きなんですよ。すごいアレンジの勉強にもなるし、僕も買ってるんですけど、それが分かるのは僕に基礎があるからですね。基礎をきちんと理解してるからなんですよ。モノマネじゃないからなんですよね。それはこういう仕組みでやってるんだ、あなるほどね、これがこうだからこういうコードを使ってこの指のこのタブになってるんだとか、これ基礎があるからこそ理解できることであって、ほとんどの方はそういうふうに理解してないと思います。まあこの流れでこういうふうに書いてあるから、じゃあこう押さえてみよう、あこの本の通り弾けたっていうことで嬉しくなっちゃってると思うんですけど、まあ厳しいこと言うようなんですけど、実はそういう人たちをまあ救いたいっていうか、実はそれはモノマネしかなってなくて、応用的なものを一生懸命やってるけど定着しないんですよね、技術として。まあ、忘れちゃいやすい、基礎が分かってて、その上にその応用的な楽曲、課題曲、いろんな課題曲、まあ、2,000 円ぐらいで買える本で、楽譜通りやればそれっぽく聞こえるねものをやっても、それがやっぱり基礎が載ってる状態でそこに載せるのか、そんなものがない状態でただ単にこう形を真似てみるっていうのとはでは全くね、そのやってることの深さが違うんですよね。まあそこになんとなくね違和感を感じる方絶対いると思います。なんか違うんだよなって、なんか弾けてるけどなんか自分が思ってる演奏になってないし、満足感も少ないし、なんかの憧れのあの人と違うみたいなね、もしかしたら近くにそういうすごくこう悠々と弾けてる人がいるかもしれない、そういう人たちの隣には。だけど私は同じことをやっててもなんか違うっていうのは、まあまあ厳しいこと言うと、その基礎を学ぶっていう部分でプロに習うっていうことをしてないっていうこと、まあちょっとお金をケチっちゃってるっていうこと、そういうこともね大いにあると思いますので、
まあ我殿飲水のように聞こえたら申し訳ないですけど、基本的にはそれが真理です。なのでね、まあ何か、行動を起こすきっかけに なったらなと思って今回ねお話しさせていただきましたので、ぜひ、何かご意見とかね感想とかありましたら、コメント欄に、ぜひお書きください。はい、まあそれでは、これにて終わりたいと思います。では次の機会にお会いしましょう。バイバーイ。